駒ヶ岳サービスエリアは、長野県駒ヶ根市の中央自動車道場にある、サービスエリアである、スマートインターチェンジを併設する。展望台かつての上り線施設は2階に、窓がなかった、下り線施設スマートインターチェンジ2018年3月17日、共用開始スマート IC、駒ヶ岳スマートインターチェンジは、駒ヶ岳サービスエリアに、併設のスマート IC である。 2018年3月17日共用開始。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。構造上、上り線出口、下り線入り口を利用する場合は、駒ヶ岳サービスエリアの利用は不可能。遠隔接続する道路周辺 ABCE19 中央自動車道。 駒ヶ岳スマートインターチェンジが2018年3月17日15時に開通します。駒ヶ根市、中日本高速道路株式会社、2018年2月16日閲覧。高速道路開通情報、中日本高速道路株式会社、2018年1月20日閲覧。AB、駒ヶ岳スマートインターチェンジの概要。駒ヶ根市、 2018年1月20日閲覧。司法駒金、ね、2018年3月号8、9ページ駒タケスマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。